Good morning, everyone. How you doing? I'm Krista from Honolulu. 2024 March 10th Sunday. 皆さん、おはようございます。お目覚めいかがですか？毎朝ラジオ見た後に来てくださった方、どうもありがとうございます。あ、ごめんなさい。はい、じゃあね。今日はね、まあ、シャッフルしながら、もう今の時点で1番、2番、3番選んでてくださって大丈夫ですからね。はい、今日は、新月、夕方6時に魚座で新月が起こります。でね、それと同時っていうかね、それの5時間前、今日のね、日本時間のお昼の1時4分かな、3分ぐらいに彗星がね、魚座を売買してお羊座さんに入ります。1番にね、他のその後いろんな天体も太陽とかもどんどんね、お羊座さんに入ってて、太陽がお羊座さんに入る時が、要は3月20日春分の日、宇宙元旦、クリスタルがね、毎朝ラジオとか、まあ、これでも説明してるけど、本当にね、2024年の1月から皆さんが取り組んできたお掃除とか、なんかこう内側でね、思っていることとかも本当にね、具現化して現れるのが大体3月20日ぐらい。西洋占星術では本当にね、3月20日が、本当に1年のスタートって感じなんですね。はい。でも、今日を1枚並べますね。今日もなんかこう、水亀って言っちゃうごめんね。彗星がお羊座に入ることによって、ガラッと本当に最後の星座から1番バッターに行くわけだから、新しいチャプターが始まるんですよね、その春分の日は。それの本当にね、彗星が移動するだけでも、彗星っていうのは、思考とか知性、コミュニケーションで、要は何か行動していく上でも情報をキャッチして、で自分でこうしてああしようってそれなりに組み立てて動いていくでしょ。だからすごくね、こう現実的な、生活の中ですごく分かりやすいですよね、彗星さんっていうのは。なので、結構ね、思考もなんだろう、まだ春分の日来てなくても、あ、春も私こうやってスタートしていくぞっていうようなね、この間してたトンネルの中、明かりが見えなかったのが明かりが見えてくるみたいな、なんか思考もすっきりみたいな感じでね、いい感じでね、もうなんか春分の日を先取りっていうようなね、エネルギーになると思います。で、ブログと、そう、前さラジオに行ったけど、そう、だからいろんなチャレンジが、機会がやってきたら、それは、チャンスを逃さずにやってください。彗星の逆行期間をのけてやった方がいいと思います。それも説明もちょっとしたんだけど、また、随時しますね。はい、じゃあね、もう1番2番3番並べましたよ。はい、いきますよ。じゃあ1枚目を選んでくださったあなた、じゃじゃーん。はーい、あ、待ってね、あ、コンサルト&エキスパート。はい、あ、その今言ったチャレンジが、この1番を引いてくださった方は やってくるんだと思います。ちょっと読ませてくださいね。コンサルト&エキスパート、何かね、その分野でね、エキスパートって合ってるよね、カタカナ英語。エキスパートに、相談したり、そう、コンサルしてみてくださいって。More information is needed to contact someone with expertise in、 ごめんなさい。毎朝ラジオでもすごく今日余計いつも以上に頭が働かなくてごめんなさい。あのね、主人が買ってきてくれたお団子食べたんだけど、やっぱ私シュガー研ぎすぎるともう頭が働かなくなるのね。それでっていうことを今さっき発見して、いちご食べたんだけど、デトックスでね、自分が昨日気をつけなさいって言いながら、自分がエネルギーがあまりよろしくないものを食べてしまったという。そう、エクスペリエンスインディスエリア。そう、何かね、もうチャレンジしようとしているか、それか、そう、彗星がお羊座さんに移動することによって、そしてそれの、今日入室の時の、お部屋がね、テーマがね、何かお勉強とか、海外旅行とか、学ぶこと
が関係してるんですよ。はい、詳しくはもうちょっとあのブログかなんかで見てください、書いてるんで。それでね、それをチャンスが来たり学ぶ機会が来たり、学びたいなって思ったりとか、海外旅行行ってみたいなとか、海外の人と交流したいなっていう何かしら来るかしたいと思うのね。で、そう、それで特に行こうとしたり学ぼうとする人は、今って本当に情報がたくさんあるから、あなたが思う経験者とか、エクスパートって言ったらそうだよね、エクスパートでそのままで大丈夫だよね、エクスパートの人に、聞いて、もう少しね情報を貯めてみてねっていうアドバイスをしてくれてます。そしてでも anyway、 あなたは、その選ぶ道、その、選択ね、チャンスをあの受けていく立とうとかさ、行こうっていう、これは、全然大丈夫です。はい、すごい明かりがあの差してるの分かりますよね。はい、ただ、なんかね、多分選択があるんじゃないかな。授業を取るにも、例えばこっちの授業とこっちの授業があったとしたら両方行けないしっていうのが現実的にあるじゃん。時間的にもお金的にもとか、流派があったらこっちの流派、こっちの流派どっちに行くかみたいな。そう、クリスタルで言っても先生術でもたくさんの、素晴らしい先生方がいるんだけど、さあ誰に行くかみたいな感じの、もう少しね自分がピンとくるまでね情報か時間があるから、聞いてねって。そうすると自分でさっき言ったように、自分の道が光が見えてくるっていう感じになるかと思います。よかったら参考にしてください。何はともあれ楽しんでくださいね。学ぶって素敵ですよね。はい、じゃじゃーん。あ、これは、マザーなんだろう、マザーヒーリングだ、やっぱり。はい、マザーヒーリング、マザーヒーリング。はい。As you are feeling toward your mother healed, your desire manifests more rapidly and then accordingly. Accurately.要は、みんな、お母さんともちろん皆さん仲、まあ、仲悪い人もいるかもしれないけど、何かあの勘違いとかわだかまりとかミスコミュニケーションがあってね。でも、私、お母さんと何なんだ、何もないよ、大好きだよって言ったとしても、クリスタルもそう思っちゃうんだけど、それでもやっぱり、例えばお母さんがお腹にいるとき、何かやっぱり初めて の、ね、あの出産で不安にあったとか、何かしらそういうお母さんのエネルギーの影響を受けていたりとか、やっぱりコミュニケーションミスっていうか、母でもあるんだけど一人の人間として、キャラクターが違うから、自分はこうしてもらいたいと思ってるたとか、小さい時ね、かまってもらいたい、でもお母さんからしたら全然かまってたよとかさ、そういうのって後でコミュニケーションで交わしたとしても、その時入ったエネルギーって、そのまま勘違いとして刷り込まれてるんだって。そうなんだよね。そうそうそう、それでね、そうだから絶対みんな、何かしら、なんだろう、あるんだって。まあそれが当たり前なんだけどね。そう、でもそれを、できるだけ解除できるなら解除した方が、さらに、母とも自分も、軽くこれから風の時代を、楽しめるってことですよね。そうだからね、何かしら、例えばお母さんと連絡を取るとか、母との小さい時の、ね、自分がこうしてもらったなっていう思い出を思い出したりとか、なんかね、定食屋さんに入って、あ、お母さんの味はもうちょっとこうだったなって思い出すだけでも、もうそれでヒーリングになってんだって。だからね、あんまり深くなんかセッションを受けてお母さんとのブロックを外さなきゃいけないとか、そこまで考えなくて、もしもね、そういうのが必要な人はそういうサポートがあって、そういう話があって、そういう風にセッティングされてるから、もしもね、普通に何もなくて、これどういう意味なんだろうと思ったら普通にしてて、ただ今日お母さんのこととか思ったりね、お花見た時にお母さん思ったりとかした時は、ほんわかお母さんとね、そのね、あのところにね、愛を持って思い出すとか、それを機会にお母さんに電話ね、別々に暮らしてる人とお母さんにちょっと電話かけてみるとか、そんな感じで、かけなくてもお母さんに、エネルギーをね、ありがとうねってエネルギーを送るだけでも、それはもうお互いがヒーリングになってるからね。はいね、でそうすると何でももうそうなんだけど、結局、あなたが、そしてそのお母さんもそうなんだけどね、影響を受けるんだけど、結局これから今日新月、夕方6時に新月を迎えて、純度の高い今までの、必要なものは
持って、そのまま純度の高い軽い自分でまた新しいスタートラインに立つわけじゃん。そして、本当に2024年のしつこいけど始まりが、春分の日3月20日なんだよね。それが本当に、もっともっと目の前に自分の生活っていうか具現化として現れてくるんだよね。そうするとそれまで可能な限りお掃除した方がいいって言ってるのも毎日なんだけど、ごめんなさい。でもすごく大切なことっていうか、それをやっとくとやっとかないじゃ、春分の日に立つラインが絶対パラレルでみんなそれぞれ変わってるの。同じ A さんでもどこまでいけるかっていうのがすごくお掃除に関係してるって言われているし、クリスタルもそう思うのね。そうだから、今十分なんだけど、やればやるほどさらにすごく、クラス分けでいったらめちゃ可能な限り上のクラスからスタートできるみたいな、クラス分け前みたいな感じですね。そう、そんな感じなんでね、別になんかお母さんとのあなたはわだかまりがありますねとか、そういうなんかもう難しい、なんか新宿の母みたいな難しい話じゃなくて、カルマとかの話じゃなくて、さらにお母さんとかとも一緒にやっぱ関係はつながっているから、すごくね軽やかに春の、スタートラインに立ちましょうっていった意味で、母のことを思い出したらお母さんありがとうねって思うとかね、そういう愛のエネルギーを送りましょうっていうのだけでもヒーリングになるってことです。何はともあれ、今日ねなんかお母さんに関係していることがピーンってきたり、なんか来ると思います、トピックが。それだけであなたは、もっとねあなたが、やりたいって思うこと、そしてあなたがクリエイトしたいっていうことがすごく早く、スピードアップして具現化されますよということです。だから決してネガティブなエネルギーは怒りとか送らないようにねっていうことです。はい、じゃあ3枚目を選んでくださった方、じゃじゃーん、はい、あ、イエスでしょう、イエーイ、なんかいいね、すっきりしてるね、これね、今日ね、ごめんね、やっぱりね、星座の、天体のエネルギーと私たちは植物が太陽を受けたら、朝咲くのと一緒でね、ひまわりが一緒なんで、エネルギーの影響を受けてるんだけど、お昼、新月もそうなんだけど、お昼に、知性とコミュニケーションの、この私たちのね、行動に関係している彗星が、魚座さんを抜けて最後の星座、お片付け終わって掃除終わって一番バッターのお羊座さんに入るんですよ。お羊座に入ると一番バッターだけに一番でスタートするし、すごく直感が冴えてて、すごくエネルギッシュでスピードで行動力があるんですね。体験しに行きたいっていうエネルギーなんです。一番にあの感覚を味わってみたいっていうね、本当にピュアな子供、生まれたばっかりの子供のエネルギーと同じなんですね。はい、多分ね、この3番目を選んでくださった方、何かね行動しようとか迷いじゃないと思うな、このカードの意味は。時々そういう部分あるの。 A と B を迷ってて、多分もう気持ちは A って分かってるんだけど、そこに行けない、なぜかと B が後ろ髪を引くって感じで、でもあなた A で合ってるんですよっていう時の Yes で出る時もあるんだけど、今日のこの Yes はあなたが何かしたいなとか、チャレンジしたいなとか、あっちだな私っていう風にもう結構分かってるのね。そこに、もう十分自分で決められてるし、スタートラインに立ってる感じなんだけど、立つつもりだしね、かなりちゃんと自分の意思で、ウィルで。だけどさらに宇宙はサポートしてて、はい、 Yes you are right、 合ってるよって、力強く言ってくれてます。Go for it、そのままね、自分のね、その宇宙をサポートしてくれて、その本来の自分が持っている奥底から湧き出てくるそのね活力を使ってね進んでください。絶対大丈夫だからね、いい方向に進みますよ。 Yes です。そのままね、自分のね、直感とそのね決意を持ってね、そのままもうそれだけで扉が開いてんだよね。はっきり言って動く前にスタートラインに立って、私はこうするって言っただけで、もうパーンって開いて、ちゃんとガイドがついて宇宙がサポートしてくれるのね。宇宙がサポートっていうのは、あなたに必要な人はヘルパーはちゃんと用意してくれるのね。だからそこは心配しなくて、このイエスっていうね、このねエネルギーと一緒にね、本当にねそっちに進んでください。さらにこれで大丈夫なんだ、Go for it って思ってください。そうするとどん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 ね、すごいスピードであなたは前に進むことは間違いありません。いい時のスタートですね、本当にね。はい、よかったらね参考にしてください。いかがでしたでしょうか、今日のリーディング。Thank you for watching and thank you for listening for the crystal reading today. So have a nice beautiful Sunday and then new moon day. 皆さんどんどんね、もう本当に一雨ごとに
春になっているのと一緒で、天体が少しずつ少しずつお羊座さんに動いてます。今日はまず、彗星が、そして新月があって、またクリアになって、そして、春の、ね、スタートラインに私たちは立っていきます。随時ね、今日新月が終わっても、毎日のお掃除と一緒にね、キッチンの洗い物があったらそれは片付けないとどん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 山盛りになるからね、それと一緒で、最低限のね、お掃除は絶対に出てきた、ほこりは払うっていう風にね、心がけてください。そうするとみんなそれぞれのね、立ち位置が本当に毎日毎日掃除をすればするほど上がるんで、まだね、自分のラインが分かってない人でもとにかく最低限お掃除しとけば大丈夫です。だからなんだろう、運気が悪いって思っているような人でもとにかく毎日自分を清潔にしとけばなんかこう運気、いいエネルギーが流れてくるのと一緒です、本当に。はい、じゃあね、素敵な、新聞に向けての、新月をお迎えください。じゃあね、ありがとうございました。バイ。はい、ありがとう。素敵な新月を。